俺の名前はオレンジブロッサム直樹、47歳。じゃんじゃんバリバリとパチンコパチソロで生計を立てているはずだったのだが、ひょんなことからとあるホールで出会った怪しい黒ずくめの初老の男から受け取った軍資金100万円とパチンコレンチャン黄金期時代に時を戻そう的な薬を飲んだがために、俺の寿命は1日経つごとに1年寿命が縮むってな羽目に。俺の今の年齢を考えるとよくもって1ヶ月、そんな嘘みたいな状況を元に戻すには、過去の爆裂レンチャン期でじゃんじゃんバリバリ手玉を作って黒ずくめのじいさんから若返りの薬と解毒剤をゲットしなければならない。もちろん軍資金100万プラス利息の100万、そして俺の食いっぷちも稼いでってことだが、そんなタイムトラベルギャンブラーの冒険記って言ってしまえば格好はつくが、結局はパチンコパチスロ中毒のパチンカス人生観察記録第18話となる。朝8時、未来の俺と過去の俺によるダブル俺とでの長い戦いの始まりである。まあ二日酔いがひどいんだがな、昨日の負けはひどかった。乗り打ちで2人で20万のおまけ。乗り打ちといえど結局出玉は俺の命につながるってなわけで、軍資金は俺持ちで、まあ2人とも俺なんだかな。乗り打ち初日、しかも提案していきなりの大負けだ。罰が悪かったのであろう。昨夜酒場でこいつがこの5万で勝負しましょうってなことを酔った勢いで言ったんだろうけれど、いやいや俺は知ってるよ、大事にそのお金はしまっておきない。なんならこの頃の俺は当時付き合っていた彼女と別れを告げ、絶望時期に突入し、うさばらしとパチンコパチスロを打つも、ろくに出玉状況も見ずの乱れ落ち、打てど打てど当たらない期間が続くんだよな。セーラー服と機関銃でいうところの、ああ快感、いや不快感である。8時ですね、抽選だ。ドキがムネムネしますね。だな、これで真面目に座れなかったらゲームオーバーかもしれん。何暗いこと言ってんすか、きっちり台取ってがっつり状態入れてやりましょうよ。で、今日の軍資金はいくらまでいけるんすか。え、いや軍資金っすよ、軍資金。昨日20万使ったじゃないですか、今日もそれぐらいいけるのかなって。おいおい、昨日夜酒場で君のお金で、いやー寿命をパチンコでつなぐってなんて映画みたいな人生なんだ。それが未来の俺だなんてプレデターみたいっすね。若かりしき頃の直樹を、それを言うならターミネーターみたいっすねえだろ。っていうかこいつ昨日の俺5万出しますってな部分だけ完全に陽光炉の中に沈みやがったな。その部分だけ I'll be back しやがれ。っていうかまあいかにも俺らしいっちゃ俺らしい。こういった適当な生き方をしてきた慣れの果てが今の俺になるんだからな。今日の軍資金いけるとこまで行こうじゃないか。ふう、20万握っての裏物のマジ弁か、緊張するぜ。こいつ20万使う気でいてやがるな。そして抽選、まずは若かりし頃の俺が引く。頼むぞ、マジ弁に座れる番号を引いてくれよ。てい、おお、やった1番だ。並びの客もどよめく。やはり1番は神番なのだ。パチンカスどもの憧れの番号である。次頼みますよ。おお、運命の抽選箱に手を入れる。ギャフン、え、すまん、マジ弁座れそうにないわ。ここに来てまたもや抽選の引きの悪さ、やってもうたかなと落胆仕掛けた。その時、あ、お客さん、俺61番じゃなくて19番です。え、マジカル、まだ酔ってんかな2人とも。アホの極みを周囲に見せつけた形ではあったが、なんとかこれでマジカルベンハー2台確保決定だ。10時、 S の入り口扉がオープンする。俺の視線上ラッキーだと、この段階で皆が我が先にと、ヤクザ、右翼の会長、風俗場の紐といった凶暴なアウトローたちとともに大を命がけで確保しなきゃいけないという最悪の展開だと、この時点で流血戦という阿鼻叫喚な始末だが、こういった S のような確実に大を確保できるっていう抽選システムは当時本当にありがたいものだった。まあトラブルがほぼないからな。といえど当時もこの抽選券を売ったりするやつらも出てきてて、そういったトラブルなんかは起きてたりしてて、まあ今も昔も変わらずっちゃ変わらずなんだが、一番に入場した若かりし頃の俺はどうやら昨日そこそこ出ていた真面目に座った模様。そこからは次々と真面目の島が埋まっていく。まあみんな目指すは真面目での満枚だろ、早起きは満枚の得ってな格言もあるくらいだからな。直樹ペディア調べて。そして俺の入場の番だ。もちろん俺も真面目の島へと向かう。偶然にもあいつの横が空いていたが、昨日の大当たり回数を見てみるとどうやら昨日この台は満枚を叩き出したようだ。
当時は細かいデータロボなんかどの店も設置してなかった。昨日そして一昨日までの大当たり回数が見れる店舗なんてありがたいものだった。まあ裏物などで設定なんかにも状態をつかむことがこの王冠を頭上に掲げる近道なのだかな。てなわけで軍資金お願いします。忘れてた、そうだ、このボンクラと乗り打ちだったんだ、俺のお金でな。よし、じゃあとりあえず1万ずつ渡すからこれでよって言ってくれ。なくなったらまた渡す。っていうかなくすな。出せ、吐き出せ。た、確かに昨日の酒が残ってますわ。ちょいと入ってきます。だ、大丈夫か、俺はこんなやつと組んで。って、まあこんなやつって言ったけれど俺だかな。俺は俺でさっさとこの代に入ってもらわなければならない。あいつのことはほっといてメダルを10枚投入。クレジットに7という数字を残してレバーを叩いた。昔からの験担ぎだ、頼むぞ。タンタンタンタタララー、モーニングスタート。ってもちろん俺の隣の台なんだがな。俺の台はチーン、初めの1000円でベルが2回揃っただけだった。っていうかあいついつまで空いてんだ、早く戻ってこいって。1分1秒大切なんだからな。タンタンタンタタララー、あちこちでボーナスを知らせる音が鳴り響く。まだ開始5分といえど気持ちが焦る。とすっきりした顔であいつが戻ってきた。ふう、2日分入ってきました。なので今から2日分こいつに吐かせてやりますよ。と俺と同じくメダルを10枚投入しレバーを叩いた。モーニングは入っているのか。左リール上下段に挟まれた王冠が止まり、そして中リール中段に王冠だ。こんな熱い目が来たにもかかわらずこいつと来たら右リールを適当に止めやがった。ずる。と2人で目を見合わす。めっちゃ滑りやがった。そう、このマジカルベンハーのリーチ目といえば棒の背柄の7と3の組み合わせが一直線に並んだら確定なのだが、左中と棒の背柄が並んだ状態から右リールがズルリと滑ればこれも鉄板のリーチ目となる。まれに王冠のガセ滑りってのもあるのだが、回転1回転目のレバーオンでこの滑りはブラックバス釣りで例えると朝一トップウォーター一発池に投げ込んでいきなり当たりを引く感じだ。で、直樹さん、いつも思ってんすけどその例え方が全然常人に伝わらないんすよ。何をもって常人とカウントしてるんだ。俺、そしてお前、そしてこのタイムトラベルギャンブル機をいつも見てくれている視聴者諸君には言っておこう、常人ではないということ。え、さあさっさと次のゲームに進めろ、レバーオンだ。わかりました、行け。左リールにチェリー付きの3、そして中リールに3が転廃。この出目を見た瞬間2人でガッツポーズだ。ダンダンダンタタララ333が並びビッグボーナススタートだ。あとはこのモーニングが単発で終わるかいきなりの状態に入っているかでことが大きく変わってくる。トントントンとボーナスの消化も終え、店員が鍵穴に鍵を突っ込みリセット。当時のスロッターたちが唯一安堵できる数秒の時間だ。さあ連想はあるのか。頼むぞ、来てくれよ、任せてください。マカロニホー連想って、若かりし頃の俺よ、君も人のこと言える立場やないぞ。この令和の時代そんな掛け声でパチスロってるやつおらんからな。で、そっか、今は90年代前半か。で、それでも古いくらいやで。ってリールには73のリーチ目、わずか5回転目である。おい、連想ちゃうんか。直樹ちゃん感激。ダンダンダンタータララ2回目のビッグボーナスだ。よし、こいつは朝から状態をつかんだに違いない。あとは俺の台を吐かせるのみだ。さあ吐け、吐き散らせ。と投資2000円目、俺の台に37、そしてズルンと急流滑り。これは鉄板のリーチ目だ。きた、リーチ目だ。マジっすか、早いじゃないっすか。行くぞ、マカロギホー連想。ダンダンダンタタララ、投資2000円、赤7でのビッグボーナスだ。とここからが俺の台、そしてもう一人の俺の台、ダブル俺台が火を吹きまくる。まずあいつの台はというと、モーニングあたりからビッグレギュラーの連想が続きまくり、それが25連想、7000枚はあるだろう、ドル箱の山だ。そして肝心の俺、これがなんとあいつをしのぐ30連想、9000枚ゲットだ。時間は17時、ここで俺たちの台はとりあえず連想が止まる。やめるならこのタイミングか。だがここからイブニングタイムにも突入だ。まだまだチャンスはある。昨日の負けをチャラにはできた手玉だ。ここから倍返しにも持っていける。2人で目を合わす、
どうする？このまま続行か？よし、飲みに行こう。倍返しちゃうんかい。懲りない俺と俺はそのまま新世界の夜へと消えていくのであった。はあ、よかった。昔の俺も今の俺もパチンコバカ、そして生っ粋ののんべえで、まあその日暮らしが一番似合ってるのかもしれない。俺たちに明日はないのだ。目覚ましは5時にかけた。本日の収支、投資2人合わせて3000円、回収215,000円、クロークの男への返済金額200万円貯まるまで399,500円、薬の副作用で命が尽きるまであと12日。俺はこのまま生きて帰れるとか。オレンジブロッサム直樹のタイムトラベルギャンブラー期間は続く。